デボンシャー公爵夫人、デボラ・ビビアン・キャベン・ディッシュ、ダクボ、旧姓デボラ・フリーマン・ミッドフォード、通称デボラ・ミッドフォードは、イングランドの貴族、作家、社交家である。ミッドフォード姉妹の末娘で、1930年代から1940年代にかけて、イギリスの社交界で非常に著名であった。イギリスの有名なカントリーハウスで、デボンシャー公爵家の屋敷である、 チャッツワースハウスの改修事業に尽力した。イングランド、オックスフォードシャーのアストホールマナーで1920年3月31日に生まれた。父は、初代リーズデール男爵アルジャーノン、フリーマン・ミッドフォードの息子である、第2代リーズデール男爵デイビッド・フリーマン・ミッドフォードで、母はその妻であり、庶民院議員だったトマス・ギブソン・ボールズの娘である、シドニーであった。 両親はデボラが男の子でなかったことに失望したという。子供時代はオックスフォードシャアのスインブルックで育った。家族からはデボと呼ばれていた。両親はあまり娘たちの教育に熱心ではなく、少女時代はスケートや狩猟など野外活動をして過ごした。6歳の頃から課金に大変興味を持っており、この関心は終生続いた。その後、 パリのルコルドンブルーで料理を学んだ。デボラは1941年に、第10代でボンシャー公爵エドワード・キャベンディッシュの下の、息子だったロード・アンドルー・キャベンディッシュと結婚した。アンドルーの兄である、ハーティントン公爵ウィリアムが1944年に、戦死したため、アンドルーは公爵くらいの相続人になり、儀礼称号である、ハーティントン公爵を名乗り始めた。 1950年に父のエドワードが亡くなったため、ハーティントン公爵アンドルーが第11代デボンシャー公爵となった。夫婦仲は良好で、アンドルーはアルコール依存症気味であったが1980年代には解放に向かった。デボンシャー公爵一家の屋敷であるチャッツワース・ハウス・デボラは主婦の公爵夫人と呼ばれており、自分でも主婦を自称していた。 ファシストになった姉のダイアナやユニティ、公民権運動家となったジェシカなどのように政治に身を投じることもなく、姉妹の中で最も恩恵で、家庭的な生涯を送ったと言われている。姉にアドルフ・ヒトラーを紹介されたがほとんど感銘を受けず、親しい友人で隕石だったジョン・カイ・ケネディや、やはり隕石であったウィンストン・チャーチルなどに比べると、政治家としてのカリスマがなかったと回想している。 政治に関心のなかったデボラはダイアナともジェシカとも交流を続けた。デボラは本を読むのが嫌いで子供っぽいところがあったと言われており、姉のナンシーはデボラの精神年齢が9歳だったと冗談を言っている。デボラは終生エルビス・プレスリーのファンであった。チャッツワースハウスの美術コレクションデボラはデボンシャー公爵家の屋敷であった。 チャッツワースハウスの維持と改革に尽力した。最初は敷地内のエデンサーハウスに住んでいたが、チャッツワースハウスは1949年から一般公開され、1959年に公爵一家もそちらに引っ越した。夫のアンドルーがアルコール依存症気味であったため、デボラが屋敷の管理を行った。設備を近代化して土産物屋を作ったり、 マーマレードやソーセージを生産したりするビジネスを始めた。1973年にデボラは都会の子供向けにの応援を開放して食料生産について教えるプロジェクトを始めた。1974年には貴重な美術品のコレクションを含むチャッツワーストラストを発足させた。2002年には屋敷を安定的に運営できるようになった。 1980年代から、デボラは著書を出版するようになった。チャッツワースハウスについての著作をはじめとして、料理本やエッセイなどを刊行した。90歳近くなってから、自らの家族に関して正確な記録を残したいと、考え、回想ウェイトフォーメ,メモワーズ・オブ・ザ・アンゲスト・ミホード・シスターを刊行した。1999年にデボラは、エリザベス2世より、 ロイヤルコレクショントラストへの貢献により、ロイヤルビクトリア勲章のデームコマンダーとして、叙勲を受けた。2004年に、夫のアンドルが死亡し、息子のペレグリン・キャベンディッシュが、第12代デボンシャー公爵となった。これに伴ってデボラは、先代デボンシャー公爵夫人となり、チャッツワースエステートのより小さい家に引っ越した。デボラは2014年9月24日に94歳で、 亡くなった。7人の子供のうち3名が生きており、孫が8人、ひ孫が18人いた。葬儀は、ダービーシャー、エデンザーのセントピーターズ教会で10月2日に行われ、家族や友人、600名に及ぶチャッツワースのスタッフ、ウェールズコーチャールズと妻のコーンウォール公爵夫人、カミラが出席した。葬儀ではデボラが生前、大ファンであったエルビス・プレスリーの曲がかけられた。 デボラは2004年に BBC のシリーズイマジンでガカルシアン・フロイドが描く肖像画のモデルになった経験について語っている。2007年9月にデイリー・テレグラフのジョン・プレストンにインタビューされた際、デボラは1937年6月にミュンヘンを訪れてアドルフ・ヒトラーとお茶を飲んだ時のことを回想した。デボラはこの時母と姉のユニキと共に ドイツを旅行していたが、3人のうちドイツ語を話せるのは、ユニティだけで、このためユニティがヒトラーとすべての会話を行った。インタビューが終わる直前、プレストンは、一緒にお茶を飲むなら、アメリカの歌手エルビス・プレスリーとヒトラー、どちらが良いかデボラに尋ねた。デボラは驚いて、プレストンを見て、ええ、もちろんエルビスです。なんてすごい質問でしょうと答えたという。2010年に、 BBC のジャーナリスト、カースティン・ウォークが、ニューズナイトでデボラにインタビューした。このインタビューで、デボラは1930年代から40年代の、暮らし、ヒトラー、チャッツワースエステート、上流階級の衰退について語った。2010年12月23日には、PBS のチャーリー・ローズのインタビューも受けている。2012年に、BBC で放送された。 チャッツワースハウスのドキュメンタリー、チャッツワースにも協力した。デボラとアンドリューの間には7人の子供がいたが、そのうち4人は生後すぐに亡くなり、3名が成人した。国際自動車連盟元会長であるマックス・モズレーはデボラの意である。ミッドフォード家の経類を示す、家系図、婚姻を通じて、ラッセルやチャーチル家などにつながり、アレクサンドラ王女を通じて、 栄養室につながる。ありがとうございます。